阿部さん、お酒なんていかがですか？あ、いいですよね。どんなお酒にしますか？実は大阪にある創業104年という老舗酒問屋北本店の超おすすめリキュールと赤ワインのセットなんです。おー、いいですね。それいいですよね、うん、これ今大人気で注文が殺到してる商品なんです。現在お取り寄せで大人気のリキュールと赤ワイン、一体その正体とは？まずはこちら、その名も野いちごの恋。野いちご酵母で作ったこのリキュールは食物繊維を多く含み、健康のことを考えて作ったお酒です。味の調整には蜂蜜を加えたことにより非常に飲みやすく甘みのある口当たり。その味わいは毎日の疲れた心と体をまるで柔らかい日の当たる花畑にいるような気分にさせてくれる優しい味わい。しかしこのお酒、ある秘密があるんです。グラスに注いで冷たいミネラルウォーターを入れてみると、奥深い琥珀色のリキュールが桃色に変化するんです。味だけでなく他ではなかなか見ることのできない演出をしてくれることから、現在特に女性に大人気になっているリキュールです。ある程度お酒が進んだらレモン汁を 2,3 滴垂らすと、また琥珀色に早変わり、味覚そして視覚でも楽しませてくれるお酒です。そしてもう一つが、イタリアの天然美発泡赤ワインで有名なランブルスコです。こちらは食事を通じて様々なシチュエーションで楽しめる美発泡性の赤ワインです。フルーティーで飲みやすいこの赤ワインはポリフェノールを多く含み健康的です。渋みをあまり含まない種類で脂肪を流してくれる役割を持ち、特に揚げ物料理や味付けの濃い料理などにとてもよく合う名脇役です。その完熟した赤い果実の香りとともに、バラの花びらが口の中全体に広がるかのような華やかさ、きめ細かな泡に程よく舌を刺激され、赤い果実の風味も口の中に広がります。ワイン初心者の方でも素直に美味しく楽しめる、大変飲みやすく特に女性におすすめのワインです。私このお酒どちらも知ってるんですけど、うん、本当に飲みやすくて美味しいんですよね。じゃあ仕事中に申し訳ないですけど、あきちゃん乾杯。私からいただきます。うん、うん、このリキュール口当たりまろやか、とっても飲みやすくて美味しいですよ。赤ワインどうですか？あ、これビターン酸入ってる。これそう、イタリアの天然美発泡赤ワインなんです。これね、うん、口に入れた瞬間はすごいフルーティーなんだけど、これ喉越しに辛みが残ってて、うん、これだったらワイン通や初心者の方でも満足できる味ですよ。これ贈り物やお歳暮にもぴったりです。とっても飲みやすく、ほんのり甘い口当たりの良いリキュール野いちごの恋。水や氷を入れることで色が琥珀色から桃色に、味だけでなく見た目も楽しませてくれる大人気リキュール。そしてワイン好きもワイン初心者でも楽しめる美発泡性の赤ワインロッソフォスコ。そのフルーティーで辛口の味わいはパスタやピザ、天ぷらなどと最高にマッチします。この2本セットをうまいもんテレビ特別価格4200円でのご提供。お求めはフリーダイヤル 0120-360-064 まで。お電話お待ちしています。